あ、すいません。愛知水戸から来たんですけど。愛知水戸からですか？はい。今着いた電車ですか？はい。今着いた電車、愛知水戸止まらないんですよ。本当のこと言ってもらえますか？あ、すいません。間違えました。三河安城からです。三河安城も止まらないんですよ。もう嘘つくのやめてもらっていいですか？あー、はい。すいません。君どこの学校ですか？京都大です。もう嘘つくのやめてください。兄弟生だったらもっとマシな嘘つきますよ。もう今日だけ本当のこと言ってもらったら許しますんで、本当のこと教えてください。どこにしようかな。いや、聞こえてますよ。ああ、すいません。もう嘘はやめましょう。はい。親御さんも悲しみますよ。はい。どこから来たんですか？岡崎です。なんでお前が消えてんの？すいません。浜松から来たんですけど、ここで生産してもらいます。ああ、なるほど。浜松駅ではどうやって改札に入ったんですか？あ、ちょっと時間がなくてそのまま通してもらいました。そうですか。駅員から無札証明書っていう紙はもらってないですか？あ、ないですね。ちょっと急いでたんで。車内で車掌が切符の拝見に来なかったですか？いや、来てないですね。あれ？お客さん今の新幹線で来られたんですよね？あ、はい。浜松駅かな。はあ、はい。残念ですね。今到着した新幹線光号は、新横浜を出たら、ここまで止まらないんですよ。え？ということはわかりますよね。浜松駅から乗車することは不可能ということです。簡単に説明しましょうか。あなたは東京品川新横浜のいずれかの駅を利用し、改札を強行突破し新幹線光号へ乗車した。そしてあなたの過去の記憶では光号は浜松に停車すると思い込み、あなたはそのままトイレへ駆け込み、そのままトイレで引きこもった。そう、車内改札をくぐり抜けるためにね。あなたは浜松に停車しなかったことも知らずに、ここで降りてあなたは浜松から乗ったと申告してきた。よってお客さん、いや犯人さん、あなたがやったことは不正乗車、立派な犯罪です。すいませんでした。ちょっとこれどうなってんすか？あ、お客様ちょっと拝見しますね。もうこれだから機械は嫌いなんですよ。早く見てくださいよ。あ、お客様ちょっとこれ入場券ですね。え、何ですか？それがどうかしたんですか？こちらはですね、乗車券じゃないので本当はご乗車になれないんですよ。は？なんでですか？ちゃんとお金払いましたよ。入場券は駅でお出迎えやお見送りをする際に改札口を通るための切符ですので、ご乗車の際は乗車券が必要になりますね。そんなの知らないですよ。じゃあもういいですよ。いくらですか？岡崎からですので590円ですね。え？そんなにするんですか？え、この分も引いてくれましたか？いや、こちらの入場券の分とは別にここまでの分が必要になりますね。おかしいでしょ。だって僕150円払ってるんですよ。その分も引いてくださいよ。落ち着いてください。一旦ここでは590円払っていただきまして、お客様悪気ないと思いますので、買われた駅で払い戻しできるようにこちらで証明させていただきますのでお願いいたします。じゃあ後で絶対返してくださいよ。はい、安心してください。もしもし。あ、もしもし。今入場券2枚買ったから電車着いたらすぐ教えてくれ。了解。ご利用ありがとうございます。もしもし、着いたか？おう、今ホームにいる。すぐ向かうわ。はい、こちら豊橋駅たくあんです。お疲れ様です。東京駅の斉藤です。一点共有したいことがありまして、先ほど入場券で改札に入った黒縁メガネに黒い帽子の男性のお客様なんですが、現在姿がありません。新幹線に乗車可能性がありますので、警戒をお願いいたします。ご連絡ありがとうございます。承知しました。ご利用ありがとうございます。ん？さっき入場券で入ってやってたよな。ご乗車ありがとう。ん？黒縁メガネに黒い帽子？もしかして。すいません、お客様。すいません、お客様。ああ、はい。大変申し訳ないのですが、今、不審者がいるということで警戒中でして、念のため、切符の確認をよろしいでしょうか。あ、僕のこと疑ってるんですか？いえ、そんなことはありません。特徴が似ている方にお声掛けをさせていただいております。めんどくさ。いや、今急いでるんですよ。すいませんが、ご協力をお願いします。今じゃなきゃダメですか？少しで終わるのでお願いいたします。どちらからお越しですか？東京ですよ。もう行きますよ。ちょっとお待ちください。今お客様の通った改札を確認したら、入場券が入ってたんですけど、これはどういうことですか？は？僕のじゃないですよ。あいつのじゃないですか？いえいえ、お友達の通った改札は、隣の改札ですよね。いや、だって普通に東京で切符買いましたもん。おいくらでしたか？5000ぐらいですかね。8570円です。あ、そうです、それです。お客様、ポケットから東京駅の入場券がはみ出してますが、今日のですよね。いや、
違いますよ。お客様、駅には防犯カメラがあるのはご存知でしょうか。え、このままごまかすようでしたら警察呼びますよ。いやいや違うんです、間違えちゃったんです。買うところが分かんなくて。安心してください、警察は呼ばないので。あ、ありがとうございます。では料金が3倍運賃になりまして25,710円です。精神18切符ご利用のお客様はこちらにお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日2回目です。はい、では2回目に押させていただきます。お客様、2回目のところに穴が開いてるんですけど、2回目のご利用でお間違いないですか？おお、はい。目が泳いでますよ、お客様。2回目のところに、うっすら赤いインクがついてるんですけど、どういうことでしょうか？え、本当ですか？ 1 回目のが滲んじゃったのかな？お客様、穴が開いてる意味がわかりますか？え？いや、わかんないです。もしもインクが消されたとしても、ご利用されたのが分かるように駅員はわざと穴を開けてるんですよ。そうなんですね。お客様、青春終わっちゃいますよ。すいません、3回目です。青いね。あ、すいません、ちょっと切符なくしちゃったんですけど、ポケットとか財布探してもないですか？いや、結構探したんですけどないんですよね。もしないようですと、もう一度同じ切符を買っていただかないとなんですけど。あ、そうなんですか。いや、どこしまったかな。もし家帰ってからでも見つかりましたら払い戻しはできますので。いや、車内かもしれないですね。ちょっと確認してもらえますか？今の小玉ですか？はい。では何号車のどのあたり座ってたか教えてください。7号車の窓側の3人掛けの後ろの方ですね。では一度車内に確認取ってみますね。ちょっとお客さん。あ、なんかあそこお店できたんですね。前なかったのにな。いや、今逃げようとしましたよね。いや、してないですよ。あ、そうですか。怪しい動きはやめてくださいね。あ、ちょっとすいません。いや、ちょっとお客様。何ですか？電話来たからちょっとすいませんじゃないんですよ。逃げないでくださいよ。逃げないですって。じゃあ社内に連絡取ってきますので、ここにいてくださいね。分かってますよ。すいません、この切符改札通らないのでハンコ押してもらってもいいですか？あ、そうですか。券面見た感じだと問題ないので通ると思うんですけど。さっきエラーってなってたんですよね。改札機にはエラーの記録はないんですけど。あ、昨日やったんで。昨日だったら日付が違うのでエラーになって正解ですね。いや、その今日もダメだと思って。じゃあ一回通してみますね。いや、ちょっと待ってください。なんで通らないんでしょうね。ちょっと失礼します。何やってるんですか？この紙、素材が違いますね。え、なんでですか？本来の切符ですと鼻につけると顔の油がついて跡になるんですよ。そんな切符をコピーするなんて、やるならもっとここが必要ですよ。くそ、次こそは逮捕しますね。ご乗車ありがとうございます。ただいまから切符の拝見をいたしますので、お手元に切符のご用意をお願いいたします。お客様、お客様、切符を拝見させてください。じゃあまた後でお伺いしますね。ご乗車ありがとうございます。あ、すいません、三河安城からなんですけど、ちょっと急いでて切符買えてないんですよ。あれ、車内で眠られてたお客様ですよね。え、さっき車掌から連絡があって、新大阪から乗られててずっと眠られてたので切符の拝見ができなかったと連絡があったんですよ。え、不正乗車ですよ。ちょっとお客様、得意のタヌキ寝入りやめてくださいよ。あ、すいません、ちょっと寝不足なんですよ。話そらさないでくださいよ。警察呼びますよ。そんな万能じゃねえぞ。あ、ちょっとおまわりさん。いや、ちょっと払います。ご了承ありがとうございます。すいません、お客様。なんですか？今通した切符を拝見させてもらってもいいですか？え、なんでですか？今改札の調子が悪くて、ちゃんと印字されてるかの確認です。あ、大丈夫ですよ。いや、降りる時に困りますので。ちょっと急いでるんで。子供の切符使ってますよね。え、改札に入る時ピヨピヨって聞こえたんですよ。何言ってるんですか？自動改札機は子供の切符を通すと
ピヨピヨとひよこが鳴くんですよ。そんな。それでは大人の3倍運賃いただきますね。ご了承ありがとうございます。お客様ちょっといいですか。お客様聞こえてますよね。なんだよ、急いでんだよ。改札を出るときに人を認知するための黒いセンサーを本で隠してすり抜けましたよね。あ、キップ通したちふざけんなよ。改札機のデータも残っていますし、防犯カメラもありますよ。それに見たのは僕だけじゃありませんよ。あ、払うよ、これ藤枝だから。まあ落ち着いてください。しっかりと罰金を請求いたしますので。急いでんだよ、早くしろよ。急いでる方はこんなことしないんですよ。はぁ、あ、兄貴、冬休みは俺長野にずっとおるで、よかったら俺の定期使っていいで。あ、そうなの、使わせてもらうわ。ちょっとお客様、何ですか。お客様は学生さんですか。いや、社会人です。そうですか。今使われている定期券が通学定期券だと思うんですけど、お客様のですか。いや、弟のですね。弟さんのですね。ですと不正乗車になります。え、どういうことですか。定期券は、まあ、免許証のようなもんです。名前を記されているご本人しかその効力は使えません。そうだったんですね。本来ですと罰金を含めまして数十万円の請求になりますが、わざとじゃなさそうなので通常の運賃をいただきます。ああ、助かります。ありがとうございます。弟さんにもよろしくお伝えください。はい、マジでぶっ飛ばしておきます。あいつのせいで。仲良くねー。ご乗車ありがとうございます。まだ切符をお持ちでないお客様はお申し出ください。ん？お客様、この定期区間だと2つ先の駅からになってるんですけども、もっと前から乗ってましたよね。いや、乗ってないですよ。いや、乗ってましたよね。田舎の路線じゃ乗っても各駅 2,3 人です。顔ぐらい覚えてますよ。人違いじゃないんですか。いやいや、そんなことはありませんよ。だって途中寝ているあなたと私だけの時もありましたからね。じゃあ証拠あるんですか。こちらです。たった数百円で悪者になっちゃいますよ。ケチるのはやめましょう。ごめんなさい。ん？ちょっとお客様、エラーになってるのでお待ちください。くそー、人が多くて見失っちゃったな。ん？あれ、お客様、入場が入ってないんですけど、ちゃんとタッチしました？え、しましたよ。先ほど三島駅から改札を無理やり突破していった男がいると連絡が来ておりますが。そんな奴いるんですね。それって完全に不正乗車ですよね。そうですね。多額の罰金を払っていただきますよね。ところで、どこから来たんですか？新城駅です。新城？新城ではないんですか？あ、すいません、新城です。あの、新城駅は自動改札ないんですよ。え、ああ、そうでしたね。ついうっかりしてました。お客様、田中太郎さんですか？え、はい。三島駅に免許証の忘れ物があったみたいですよ。え、事務室へお願いします。田吉駅、拓庵社員取れますか？はい、拓庵です。光635号車掌ですが、駆け込みで乗ってきてグリーン車使ってる人ついてからクレジット決済をお願いいたします。あ、わかりました。すいません、駅員さん。はい。精算お願いしたいんですけど、東京からお越しのお客様ですか？はい。では 12,760 円です。え、高くないですか？お客様はグリーン車ご利用ですよね。いや、自由席で来ましたよ。ん？お客様、少々お待ちください。今田重役、今改札にいるお客さんって見覚えありますか？ん？ああ、あいつは不正の常習だな。そこのブラックリストにも載ってるだろ。間違いないですね。行ってきます。お客様、本当に自由席でしたか？はい。すいません、キンさん、この切符持ち帰ってもいいですか？あ、ハンコはしますね。あれ、さっき隣だった方ですよね。水こぼしちゃってごめんなさいね。え？ああ、いえいえ。お客様、ということは。すいません、お客様。はい。失礼ですが、学生さんですか？いやー、3月で卒業しました。なるほど。では、そちらの通学定期券はもう使えないですよ。でもまだ期限残ってるじゃないですか。学生として扱われるのは3月31日までです。
4月になった今はもう社会人ですよ。じゃあどうなるんですか？この場合は資格喪失後しようとして不正乗車扱いとなりますので、3倍運賃のご請求となります。いやだって分かんなかったんですよ。断る場合警察を呼ばせていただきます。最悪の場合詐欺罪または迷惑行為防止条例違反で検挙となりますよ。ちょっと待ってくださいよ。ということもありますので気をつけてくださいね。ああ、はい。案外ちょろかったな。な、明日も行けんじゃね。江本君、藤枝君、おはよう。おどもーす。おどもーす。さっき駅員さんから連絡があったんだけど。え？え？本当に無賃乗車をしたのかい？あ、すいません。うん、自分たちが一番わかってるよな。これからは後悔しない生き方をしなさい。すいません。これで払ってきなさい。え？いいんですか？マジっすか？お釣りで焼肉でも食べてきなさい。その代わり二度とするなよ。